さあ始まりました鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きなゲストをお迎えしてご自身の鉄道趣味について熱く語ってもらう番組です。鉄道がものすごく好きな方もあまり知らない方も楽しんでもらえるような番組でお送りしていきたいと思います。では本日の MC の紹介に移りたいと思います。1人目の MC を務めさせていただきます新潟大学大学院修士1年の立花宗太郎と申します。本日もよろしくお願いします。続きまして2人目の MC の紹介に移りたいと思います。はい、経済学部3年生の山田岳です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストの紹介に移りたいと思います。本日のゲストの島田学さんです。はい、新潟大学法学部3年の島田学と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではさて島田さん、はい、10月は鉄道の日があり鉄道が大いに盛り上がる月でしたが、島田さんはどのように過ごされましたか？模型運転会やったりしましたね。やるっていうのはご自身が例えばレイアウトとか車両を持ってきて、はい、人に見てもらうっていう。そうですね、はい。自分たちがメインでレイアウト出したこともありますし、はい、他の団体参加者として参加したこともありますね。あの主催者っていうか運営側としてですか？まあその感じです。そうなんですか。はい、そういう鉄道模型のイベントとかが、はい、に主催者側として、はい、参加されるとやっぱりお子さんとか結構お客さんとしていらっしゃるじゃないですか、はい、やっぱり皆さんお子さん方はすごいやっぱり鉄道模型とか見ると目輝かせたりとかするんですか？やっぱりそうですね、はい、動いてるものに結構興味を持ちますね。それはやっぱり僕が小さい頃も今もいつの時代も同じなんですね。そうですね。山田さんは鉄道模型で小さい頃感動されたとか？いや、自分は鉄道模型というよりはプラレールの方が馴染みが深いですけどね。プラレールだとやっぱちっちゃい子は自分でこうコロコロやったりして遊んだりとかっていうのもあって、だんだん年齢が高くなるともう鉄道模型買ってもらって、まあそれなりに値段もしますからね、それを買ってもらって初めて買ってもらってで遊ぶっていうのはすごく感動した思い今でもありますね。もう本当に寝るときもこうやって寝たくらい。本当ですか？だって、初めて買ってもらったやつってすごく大事じゃないですか。すごく大切ですよね。いやもうその時の夜ってすごい忘れられないですね。もう買ってもらって家に帰ってで遊ぶっていう。それで一緒に寝ると、はい、そんなことしませんでした？僕は詳しそうなんで一緒に寝はしませんでした。あ、そうですか、はい、やっぱり初めて買った模型動かしてる部屋で寝ちゃったりとかっていうことはありましたね。ちなみに初めて買ってもらった鉄道模型って何ですか？JR 東日本211系電車ですね。もろ地元ですね、島田さんの。まあ、ちょっとずれてますけど、ずれてますけど近いですね、はい、ですね。山田さんは、はい、はやっぱり地元 の、はい、あの455系っていう急行型の電車なんですけど、はい、それを三両編成の1セット買ってもらって、はい、すごく嬉しかった思いがありますね。皆さんやっぱり地元のものなんですね。僕はちなみに地元のじゃなくて EF66 という、まあ、東海道線や山陽本線のブルートレインを引く機関車がブルートレインを引っ張るセットでした。はい、あれ貨物とかも引きますよね。貨物とかも引けるんで、はい、一緒に、貨物を買ってもらったんですが、貨物が旧型のなぜか旧型の貨物を買ってしまったんで、なんかちょっと似合わねえなと思いながら。はい、その車両ごとね、はい、なかなか組み合わせっていうのは難しいもんですけれども、はい、むしろ EH10 の方が良かったんじゃないかみたいな。EH10 はまた懐かしいものを出してきましたね。まああれ貨物にしか使えないんで、逆に今度ブルートレインとはちょっと相性が合わないかもしれないですけどね。では、この番組のメインのコーナー鉄トークに移りたいと思います。このコーナーはゲストの方がご自身の鉄道趣味について熱く語ってもらうコーナーとなっております。では島田さん、本日はどのような話をされるんでしょうか？
はい、最近研究始めたんですけど、海外の鉄道について喋りたいと思います。あ、海外、はい、いよいよ日本飛び出しましたよ、この番組、はい、ではもちろん海外には行かれたことあるんですよね、海外の鉄道を話すってことは。ええ、今年の3月に、はい、行きましたね。あ、はい、どこに行ったんですか？スイス、ドイツ、フランス、イギリス、リヒテンシュタインですね。いっぱい行きましたね。僕もはい、はい、はこれ写ってる写真なんですけど、どちらのなんです、はい、これ駅ですか？はい、スイスベルン州にあります、はい、インターラーケンベスト駅ですね。あのスイスのどこにあるんですか？ベルン州ですから中央部ですかね。はい、ちょっとすいません、よくわからないところですね、地名的に言われてもわかりづらいですね。はい、の駅前ですか？これはこれもう 駅ですね。隣もそうですね、今あホームですね。これ右手は右側に見えてるのホームですか？右手がホーム、左手が駅舎になってます。へえ、はい、あ、ホームっていうと大体柵で囲われてるイメージありますけどね。はい、全く囲いなどないですね。で、左側にあるのがバスターミナル。そうですね、この道路みたいになってるところ、これバスがつきます。あ、ホームとバスが、バスターミナルがまあ、間に改札みたいなのとか柵がないってことは、そのまま乗り付けるっていうことを考慮した構造になってるんでしょうか？そうですね。とすると、あの切符とかっていうのはどうなるんですかね？切符は主に車内検察ですね。車内検察ですか？はい、へえ、そうですね。ちょっと日本だとあんまり考えられないような構造ですけれどもね。はい、はい、車内っていうのは電車もバスのもう両方。すみません、ちょっとバスのことはちょっと分からないんですけど、はい、電車については、車掌がいる場合はその車掌さんがチェックしますし、はい、車掌さんがいない場合でもたまに抜き打ちで検察官が来ますね。あ、でそれで、検察なり、検察を受けたらそのままホームを降りてすぐバスに乗り換えられると。はい、あ、便利な構造 ですね。そうですね、はい、日本だとそうですね、あの改札通って、はい、階段登って、で駅の外に出てバスっていうような形が多いですからね。そうですね、結構便利だと思いますね。日本でもこういう風になったら、はい、さっと乗り換えられてちょっと便利じゃないかなと思うんですけれども。はい、はい、面白い取り組みですね。はい、はい、じゃあ次の写真いきましょうか。はい、もっとこちらスイスの BLS という私鉄があるんですが、そちら私鉄の電車になってます。へー、ドアが1箇所しかないんですね。そうですね、各車両1箇所ですね。1箇所ですごく低いですね。低いです。スイスですけど、まあスイス以外にもそうなんですけども、ホームが本当にそうですね、段差がないと言ってもいいから低いですね。ホームが低い。低いです。なんか路面電車みたいな感じなんですか？あ、まさにそのものですね。へー、これ富山ライトレールみたいに郊外と市内を結んでる、まあ、通勤型電車みたいなイメージを持っていただき、通勤型電車というか路面電車みたいなイメージを持っていただければいいんですか？そうですね、まあ、大都市の方も行きますし、はい、こんな見なりですけども、山しっかり山も越えたりするんですよね。こんな見なりってやっぱりあのもう山岳地帯が多いスイスならではの。そうですね、はい、はい、じゃあ次の写真にお願いいたします。はい、なんかそうですね、あのどこかで、あの図鑑か何かで氷河急行っていうようなものを見たことがあるんですけれども、はい、なんかそれに似たようなという気がするんですけれども、これ実は日本でいうと快速列車なんですね。快速？はい、ただの快速です。新潟県でいうと首機能号みたいな。そうですね、向こうだとこんな快速列車にも古めかしそうな機関車がいっぱい残ってますね。そうですね、なんか日本だと機関車と客車っていうのはなんか寝台特急とかそういうイメージですけどね、はい、これが快速列車ですか？はい、まだまだいっぱい残ってますよ。なんかすごい古めかしい機関車で、あの日本でいうそれこそEF15 とかもう60年くらい前の機関車のような印象なんですけれども、ちなみにこの機関車はできて何年ぐらい経つものなんでしょうか？ちょうど30年ほどですかね。ああ、じゃあ見た目ほど古くはないんですね。はい、まあ、はい、そうですね。茶色い電気機関車っていうと日本では結構古い
電気機関車のイメージはありますよ ね, ね、はい、あでしかも連結器がネジ式とネジ式ですね。ちなみにさっきの、電車は密着式の連結機だったじゃないですか、はい、これネジ式ですよね、はい、あの多分同じ鉄道会社だと思うんですけれども同じですね。同じ鉄道会社で2種類の連結機が混じってるんですかこの国は。そうですね、まあ、日本混じってるっちゃ混じってますけど、日本は3個くらいありますよね、はい、はい。そうですね、じゃあ次の写真いきましょうか。これスイスで一番人気の機関車ですね、はいはい、この機関車は 何回か見たことあります。はい、はい、写真でちょっと何回か見たことあるんですけど、これは特急ですか。そうですね、特急だと思っていただければいいと思います。あ、やっぱり特急も客車なんですね、はい、機関車と。そうですね、これはどこまで行く。これは、バーゼルですね。バーゼル、はい、バーゼルっていうのはスイスですか。はい、ヨーロッパの鉄道ちょっと乗ってみたらカルチャーショック大きそうですけどね。そうですね、なんかさっきの快速もしかり、なんかこんなの乗れるのかなっていう日本の感覚だとなっちゃうような電車いっぱい走ってそうですね。そうですね、はい、はい、お、なんか、お、なんか、先ほどの赤い機関車なんですけど、はい、これはいわゆる国鉄の機関車なんですね、まあ、正式にはスイス連邦鉄道なんて呼ばれたりするんですけども、はいはいはい、スイスは一応4カ国語公用語になってますので。4カ国語、まあ、はい、で一応少ないところの言語で書いてないんですけど、はい、一応現地でよく使われるドイツ語、フランス語、イタリア語で同じことが書かれてます。SBB っていうのがそのドイツ語表記、はい、CFF っていうのがこれがフランス語、はい、で FFS っていうのがイタリア語になります。あ、へえ、そうですね、国をまたいだやっぱ運用とかが、はい、はい、あるとやっぱりつながってますからね、あっちの方の鉄道は。そうですね、はい、そうですね、日本じゃちょっと考えられないような表記ですね。そうですね、島国ですからね、はい、これも国鉄の電車ですね、はい、2階建てですね。そうですね、これ全車2階建てですね。へえ、すごい、はい、なんか日本だと全車2階建てっていうと新幹線とかのイメージですけどね。はい、いや在来線でも215系っていう快速アクティに使われたものがあるじゃないですか。あれはなかなか特殊ですからね、はい、そうですね、へえ、こんなのはあるんですね、はい、あ、やっぱりさっき言ったようにホームも低いですね。低いですね。へえ、これってちなみに特急列車ですか。これも快速列車ですね。あ、これも快速列車、はい、わ、なかなか豪華な快速列車が多い国ですね。2階建てで、はい、すごいですね、はい、特徴的な快速列車ばっかりで、はい、はい、実はこの車両食堂車があるんですね。快速なのにですか。はい、食堂車があります、はい、すごい、なかなかもうね、日本に住んでると出会えないような列車ばっかりですね、本当。そうです ね、これは絶対ね、卒業旅行にね、海外行かないとね、ダメですね。はい、はい、もう1年半しか学生、1年半切っちゃいましたからね、学生生活終わりますね。そうですね、あと1年ちょっとですね。はい、ちょっとそうですね、はい、では、ゲストの方のお話は、まあ、ちょっともうちょっと話したいんでしょうが、ちょっと今日はこの辺で、はい、はい、では今日の鉄トークなんですが、ちょっと重大なお知らせがあります。12月から来年6月まで、現在、月2で放送しておりますが、そこだけ、月1での放送とさせていただきたいと思います。ただ鉄トーク自体番組が終わるわけではないので、月1の放送になってしまいますが、ぜひ、ニッチな鉄道のトークをこれからもお楽しみくださいませ。で、来年の7月になりましたらまた月2での放送体制に戻したいと思います。はい、では今週の鉄トークお別れの時間が参りました。次回も熱い鉄道のお話をお楽しみに。ではさようなら。